はい、チェックチェック、ウェイヨーウェイヨー。じゃあやりますか。ウェイヨーシェイヨー、いけますか。 OK。 イエーファンクピレディヨー、あと渋谷ファミリー、そして今月11月13日のファンクピーレディはここにいるウィザナイミゲストがっちりやってもらいます。さすです。はい、なんかこういうねファンクピーレディの前にこういう動画をちょっと撮ってみようみたいなことになって、はい、多分これが今後続いていく形になると思うんだけど、それの、うん、それは結局その1号として来たよ。そう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 、そう、あの時飲んだ時の話がまあ1回目になったということで、ありがとうございます。そうで、アルバム、この前さシングル、うん、ハトバ、流れビッチのハトバ、そうそうそう、配信した、配信して、でアルバムはその次は、その次が11月19日に、うん、ファンクピーで1113、うん、いい意味の、うん、いい意味があると言われている11月13日、うん、いい意味の日を超えた後、11月19日いい行くの日に、はいはい、なるほど、解放軍を配信します。まさに解放される、いい行くお願いします。解放される、それが iTunes とかいろいろ他でも配信ってこと。 iTunes ストア配信だと思う。 iTunes です。それが11月19日、yeah、 いい行く。そして、はい、フィーチャリング解放軍は、うん、秋田県ドブロクに必ずサビを歌ってもらってるんだけど、はいはい、うん、ドブちゃんサビで、うん、ジブニーとトカちゃん、おジブラトカゲ秋田県ドブロク、おなるほど、で行きます。へえ、解放軍、解放軍で12月3日、うん、ワンツースリーの日に、うん、アルバム発売、おアルバム発売に合わせて、うん、PV をアップしようと思ってるんだけど、なるほど、その MV の、タイトルがイン、ああ間違いない、漢字一文字、そう、それは俺もちょっと知ってる曲だぜ、うん、もう古くから、古くでもないけど、フィーチャリング KW シャイン、そう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 、それもねちょっと聞きたかったとことなんだけど、ライブで、うん、13日のファンクピーのライブで、うん、あ、できたらやりたいなと思ってます。はい、披露、本邦初披露するかもしれないんで ね、 らしいね、言ってた、はい、ね、ね、はい、なんでちょっとチェックぜひ、yeah、 楽しみに、シェイヨー、うん、そう、どうなの、やっぱコッタ君とさ曲、アルバム何枚目、アルバム5枚目、5枚目、うん、コッタ君とやるのって初めて、自分のアルバムでは、自分のアルバムでは初めて、うん、自分のアルバムではだよね、RAP とか、こちら側がコッタさんの俺は俺のフィーチャリング、リミックスとかで読んでくれたので、うん、こちらから行ったことはあったんだけど、うん、なるほどなるほど、ここで宇治がフィーチャリング KW 社員っていうのは初めてなんだ ね、うん、それはこのタイミングでそれが出たっていうのはやっぱり、デンちゃんがね、うん、妄想族の、うん、宇治くんが、うん、ひたすら陰について語ってる曲が聴きて、なるほど、って言ってくれたのが物事の始まりで、なるほど、アルバム撮ってた時に、なるほど、で、だったら俺の陰の先生、うん、はいはい、やっぱり俺キングギドラに出会って初めて、うん、ラップ始めたし、うんうん、まだキングギドラを本当数人しか知らない時代に、うんうん、で、やっぱりヒデさん、ジブラ、うん、KW シャイン、うん、DJ オアシス、うん、TAK ライムヘッド、うん、イノベーダー、DJ ケンボー、はいはい、やっぱりみんな俺の先生なんで、うんうん、ここで一つ先生に、音体に、なるほど、と俺でひたすら陰について語るっていうすげえ変態な曲を、ね、ビートはイノベーダーだしね、間違いない、うん、井上氏にお願いして、そうそうそう、うん、またこれがね、もう変態な曲なんですよ、間違いない、うん、それ PV になるんだもんね、それ、うん、作るビデオ、間違いない、そうそう、楽しみ、ね、それじゃあなんかシングルにもなるってことだ、シングル配信もなるってことだ、アルバムを出すタイミングでの配信、MV アップになるんで、アルバム推しっていう感じ、うん、そうだね、推し曲という形でアルバム買ってくれたら入ってるよっていう形で、おーおー、なるほどなるほど、うん、いいね、いいね、ウェイよ、そっか、
試合。ビートとかは全部自分で選んだりしてんの？あれ客演とか。うん、全部あの客演もビートも自分で選んで。基本自分だ。うん、ああなるほどね。へえ、そっかそっかそっか。で結構カット。うん。ルチャっていう名前でビートをメイクしてる、うん、今カットが、うんうん、海外の、プロデューサーだったり、うんうん、もう500曲ぐらい用意してくれて、うん、その中から選ぶから。なるほど。そんな数からもう選んだことなかったから、うん、もうトラックを聞くっていう作業でも頭が一回狂いそうになっちゃって。じゃあそういうのは今回初めてそういうことになったってことだ。さすがに500曲の中から選べるのは初めてだったから、例えば今までだったら20曲、はいはい、30曲、うん、まあ、40曲、うん、50曲ぐらいの中からそのアルバムの10曲、15曲を選ぶとかだったけど、うん、なるほど。それ全部聞いた？あのね、もうドレミファドンのイントロクイズばりに聞いた。ダンでもう飛ばしたりとかして、まあ、つかみで、つかみの感じでもう選んだって感じだよね、うん、でもね。で、カットも一緒に聞いてくれた時にコツとして、その大量のトラックを聞いてトラックを選ぶ時のコツとして、もうちょっとでも引っかかんなかったらすぐ次行こう、すぐ次行こうで、とりあえずキープをもう気軽にどんどんしていって、やっぱそれで一回ふるいにかけて、そこからもう一回聞いてみる、そこからもう一回聞くっていう、そういう超人、筋肉マンの超人オリンピック方式でふるいにかけるという形で。そうだね。それもじゃあ全部自分でやったんだ。自分でやった。だからもう完全自習制作のスーパー、自習、自分で全てやりました。自分で自分をプロデュースすべてしてるとね、テメプロ、テメプロ、テメプロ、そうか。6年ぶりなんだ。6年ぶりか。間ね、早いね。うん、空いてるよね、でもね、うん、でもやっぱ宇治は必ずアルバム出すもんね。ウェイヤー、うん、そこはすごいリスペクトだよね。知恵です。ちゃんとアルバム出すんだなみたいな感じはいつも毎回思うね。やっぱりいろんなことができたところで、うん、やっぱりアーティストたるもの、うん、アルバムがやっぱり名刺だし、うん、作品だと思うんで、うんうん、間違いない。作品をやっぱり薄めずに、うん、どっかの誰かみたいにすごい薄めた作品をあえて作っちゃったりせずに、うんうん、やっぱりもう全ての曲一級入魂で、うん、もう大量生産で内容薄くてもいいとかいろんな意見あると思うけど、うんうんうん、やっぱりラップってメッセージだと思うから、うんうんうん、まあ、自分なりに思ってることを全部書き連ねてた感じかな、うんうん、間違いない、うん、なるほど。そうか。まあじゃあそのラッパー宇治としてはそういうところが今回このアルバム作るにあたって、うん、その軸というかこのやっぱり今このこういう日本のラップとかラップミュージックがこういう風になってるタイミングで、うん、結構どれだけゴリゴリしたものを出すかみたいな、そうだね、そういうとこヒップホップっていう、そうすごいそこなんかすごい出してるのかな、うん、出そうとしてるのかな。やっぱり海外から伝わった文化かもしれないんだけど、うん、やっぱり日本人がちゃんと咀嚼して噛み砕いて、うん、日本人の文化に合った日本語で日本人に向けてする日本語ラップっていうものは、うん、やっぱりちゃんと韻踏んで、うん、しっかりライムしてメッセージがあって、うん、そして面白かったりいろんなトピックのことがあったり、うん、心が震わされたり、うん、泣いたり、うん、勇気づけられたり、はい、やっぱり震災があって、うん、初めて出す音源なんで、はい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 、なるほど。自分なりにいろいろ思いを込めて、なるほど。やっぱり俺らにしか言えないことってあると思うし、うん、ずっとやってきて、うん、もう20年以上マイク握ってて、伊佐夫さんと出会ったのも22年前なんだ、うん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 、23年とか、うん、22、3年前でさ、うん、でそこからずっとやってきて、ずっと第一線で引っ張ってきたっていう自負もあるし、うん、でちょいちょい、間が空いちゃうんだけど、うん、やっぱり今
俺のことを一人でも待ってくれてる人がいるんだったら、うんうん、あのすごいメッセージ伝えたくて、なるほど、もうね、あの6年分の思いが本当こもった一枚だったかな。暑いね、暑いね、そうかそうかそうか、やっぱりいろんな経験もしたし、うん、ちょっとね俺飲食店で、うん、とんかつ屋で2年間修行させてもらって、うん、とんかつ屋でひたすら俺は客にラッパーっていうことを伝えたときに、ちょっとレップしてよとかすぐ言われるんだけど、とんかつ屋で毎日してるぜこんかつって500回ぐらい言ったからね。なるほどね。でもね、まあね、そういう時間もあって、またじゃあラップやるぜっていうタイミングで、やっぱり、ね、とんかつ屋に働いてる時に大きい災害もあったりとかして、やっぱり災害があってから、うん、自分としてはずっとメッセージを発信したくて、うん、とんかつやってる頃だったんだね。とんかつのね、ちょうど2年やったうちの真ん中ぐらいであったんだけど、ああ、なるほど、そうかそうか。で、まあ、仕事があったから行けなかったりして、とんかつ辞めてすぐ、行かしてもらって、東北には、うん、で自分なりに感じたこともあったし、オードちゃんと一緒に、はいはい、ボンド&ジャス、ボンジャスと一緒に回らせてもらったりして、うん、で、ツイッターで、うん、今俺ここにいるんだけど、うん、来たい人いて、俺と会いたい人いたら、うん、来てくれっつったら、うんうんうん、2人とか3人とか来てくれて、うんうん、それを 2,3 箇所でやって、うんうん、塩釜の岬では、漁港ではプレハブ小屋が6個ぐらい並んだ簡易市場みたいなのがやられてるんだけど、うん、そこの食堂で、そこの食堂の酒を全部飲み干して、うん、それが地元への還元だと思ったし、はいはい、そして来てくれたやつにもしこたま飲ましてアルバム上げて、うん、まあ、2年も3年も前に出したアルバムだけれどもって言って渡してサインしてっていうことを回ったりとかしてた時に、もう絶対にアルバムを早く作って出したかったんだけれども、俺がその2年間とんかつで修行した理由として、自分で飲食店をやることがやっぱり夢で、やっぱり生活の基盤としての仕事を一つ持ちながら音楽ができるってことがやっぱりこれからの時代っていうか、やっぱり自分には必要なんじゃないかなと思っていたから、でやっぱり一応一回そこでバーを白金台っていうところで、プラチナ通りってところでやったんだけど、まあ、それもいい勉強になって、それは結局1年も持たずに、いろんなトラブルがあって辞めちゃったんだけど、その時にひたすらもうラッパーのみんなが遊び来てくれて、一晩中も店はね一応2時で閉店みたいな感じだったんだけど、まあ、もうみんな来てくれたらラップしたかったから、すぐ店閉めちゃって、酒は死ぬほどあるし、やばい、ね、ガブ飲みしながら朝までずっとフリースタイルをしてたんだ、それで、まあ、一応自分のアルバムをそのバーを辞めた時に自分のまたお店を作るための資金を集めながら、貯めながらもう一回音楽活動をしようと思って、その第一歩でバトルに出始めたんだ。だよね、今そうバトルも結構活発にそっち出てるもんね、それは何やっぱりこうどういうとこでそこはそういう風に今動いてるわけ。さっきもね、バトルのちょっとサイモンとか一緒にさ、そう、ね、動いてたわけじゃん、ね、サイモンジャップの悪ガキジムにちょっと練習参加させてもらって、どう、そこら辺はそう、その話も聞きたかったんだけど、そのフリースタイルバトル結構ガチで今やってやろうっていう、その感じっていうのはどういうあれ、やっぱり6年間俺出してなかったから、まあ、過去の人だし、6年も出していなければシーンにはいるとは言えないし、実際とんかつ屋とバーやってたりしてたわけだし、でそんな俺が出していただける場所って、音源も出してないからライブもできないし、だったらバトルが一番音源を出していなくても出れる場所だと思ったし、ずっと昔からなんかその、まあ、殿下の宝刀抜かねえじゃねえんだけど、もったいぶって出てなかったから、バトルには、ずっと三品でも最初にフリースタイルやらせてもらって、フリースタイルは得意なやつみたいな感じだったんだけど、やっぱり自分が出してるアーティストだったし、そのやっぱり失いたくなかったし、
目を背けたり逃げてた部分ってあったな、うんうん、なるほどね。でも今もうここに来て全て の, そのプライドなんていうのはもう、 あのもうどうでもよくて、うん、俺は一ラッパーとして関係ねえって思ってるんで、あの全て関係ねえって吹っ切れられた時に、うん、やっぱり一からあのバトルに出させてもらってやっぱり自分を試してみたいっていうのもあったし、うんうんうん、そのきっかけがそのバーで毎晩繰り広げられたフリースタイルで、なるほど、すげえ楽しくてやっぱり自分もできるし、うん、これはやっぱり今挑戦してみよう、うん、まあ、ようと思ったし、完全に自分試しだよね、うん、あれはね、今の俺がどこまで通じるのかをちょっと試してみて、うん、5、6回出たんだけど、うん、全部ベスト4と決勝戦までには必ず行ってて、うんうん、この前戦国っていう大会があってそこで1回戦負けしちゃって、うん、でちょっと、過信してた部分とかもあったし、うんうん、で今は撮ってる日にちが、13日のライブの前っていうことで今その前の週なんだけれども、うん、9日にあの UMB の西東京予選があるんだけど、うん、それに挑戦しようと思って、うん、今は動いてる。なるほど。あの本当戦国で1回戦負けを初めてしちゃったから、一から出直したなと思って、やっぱり、なるほど、まあ、鍛錬不足、あの練習不足が、出ちゃってた感じだったのよ。やっぱり出れば必ずいいとこまで行くし、優勝はできないけど優勝は狙えると思ってたし、その練習に割く時間も大会に出るたびにどんどん少なくなっちゃってたりしてた部分もあって、はいはい、まあ、今回一から出直しっていう形 で、 う、今日はサイモンの悪ガキジムに、あの、ね、スタジオノアでやってるやつに参加させてもらってちょっと練習してたんだけど、やっぱ即興は楽しいね。まあそこか、宇治はもうずっとだもん ね、 ね、そこは抜けれないってとこでしょ多分ね。22年前からさ、あのジブランチにみんなで毎日集まってさ、ずーっとフリースタイルしてたじゃん、ね、俺たちずっと続けてるってことだね。ね。ね。すべてあの時が俺の根元にあるよ。間違いない。間違いない。でもあれじゃない。この今回アルバム聴いて、あ、ラップをこう進化させてるっていうかさ、もう多分自分で意識してさ、こう今までと違うようなこのラップの仕方をしたり、わかんない声の出し方だったり、わかんないけど、とにかく変えてきてるじゃん。いろんなことに挑戦したんだ、ね、今回いろんなことをやってるよね、だからそこはなんかその意識してやっぱやってるわけでしょ、そういうのをもうビシビシ取り入れていこうっていう、でそれは何、なんとなくこのお、こういうの俺も入れていかなきゃみたいにいけねえなみたいな、そういうとこ、おじさまの対応能力でございます。魚が、なんだっけ、その岩場に行くと岩の色になっちゃうみたいなのもないけど、なるほど、やっぱり、まあ、対応、いかに対応をこう、やっぱり俺がもう昔のノリでずっともう単調なラップをずっとし続けていくわけにはいかなくて、っていうかね、もうここ何年間も、結構多くの日本語ラップを俺全部聞いていて、聞いてたね、結構ちゃんと聞いてるって言ってたもんね、かなりいろいろチェックしてて、細かいとこまで結構いろいろ聞いてるのね、でいろいろ聞いてた結果、若い子ラップ上手いし、間違いない、すごいファッショナブルで、聞こえもいいし、だから、いい部分を自分なりに噛み砕いて取り入れさせてもらったって感じかな。間違いない。いい影響を受けられたんだ、現代ってものに。そういうことだね。俺ひたすら化石ラップしちゃっててもさ、よりも、やっぱり今の俺、やっぱり音楽は今の自分がどんどん変化していく中での今の自分が出ると思うから、一番今の自分って感じかな、なるほどね。なんで積極的に、ちょっと新しめと言われているようなトラップとかにも挑戦したりして、音的にもすごいいろんな趣向を凝らしたい、いろんな流れになってるし、かといえば
ゴリゴリやっぱり90年代の骨太ヒップホップみたいなこともしたいし、間違いない。自分の中で結構トラック選びもしっかりしたし、リリックも練ってかけたし、やりたいこといろいろやってみて全部できたって、うん、なるほどなるほど、うん、なんか俺はすごいそのあなんかちょっとこう自分を変えてきてるんだなみたいな、こう完全にそれを感じる、聞くとね多分感じる、それ分かるよね。まだあのこれを見てる人は、うん、あのアルバム発売が12月3日だから、うん、俺の先行配信した流れビッチの鳩場しか聞けてないと思うんだけど、うん、今流れてるこれか、うんうん、あのこれしか聞けてないと思うんだけど、うん、でも結構これにはその俺が今言ってた新しい自分を出したいっていういろんなことが集約されてる曲かも。なるほど、まあ、それだけにすげえ気まずい曲で、うん、なぜこれを一発目にしたのかっていう、うん、みんなびっくりしてるんだけど、うん、でもまあ俺は今の俺を一番出したく、やっぱりビッチ、やっぱみんなビッチ大好きだし、うんうんうん、やらせてくれんだったら最高なわけじゃん。でもあのうぜえビッチは嫌いじゃん、いろいろ駆け引きしてきてもうすごい見せつけてきたりさ、はいはいはい、こっちが気持ち入れた瞬間うぜえことしてきたり、なるほど、いろんな駆け引きをしてくるビッチってマジうぜえから。なるほどなるほど、まあ、っていうかあの本当にこの曲を聴いて女の子がね、うん、自分にちょっと当てはまって気まずいと思うんだったら、うん、もう正してほしい、うん、なるほど、曲でとにかくビッチしねえよっていう曲です。間違いない、はい、ただしビッチを嫌いな男子もいねえし、うんうん、愛があるディスですね、はいはい、アイリスです。なるほど、目薬じゃないよみたいな、アイリスではない、ない、愛のあるディスですね、うん、なるほどね、はい、いやでもマジいろいろ盛りだくさんだよ、うん、多分ね。ちなみに MC にもちょっとかかってて、なよなよクソビッチ MC にも当てはまる部分もちょっと感じさせるようにも書いていて、うんうん、なるほど、まあ、でも、うん、そこまで匂わしてないんだけど、そう思うって聞くとそう思える部分もあるみたいな、ふりかけ風味、うん、風味になってます。のりたま風味です、はい、間違いない。そっかゆかりですね。嫌いな人はいない、うん、間違いないね、はい、なるほどね、はい、ハトバ、なんだっけ、流れビッチのハトバ、ハトバ、そうそうそう、ね、クソビッチはどんどん流れていってしまうじゃん、うん、この現場でも入れられるね、うんうん、あっち行ったらもうやらかしちゃってまたどっか行っちゃう、で結局たどり着いたハトバの話です、ね、うん、なるほど、絶賛配信中だぜ、ウェイよ、悲しい話だぜ、ウェイよ。ね、そうそう、でもあのアルバム発売楽しみだね、楽しみですよ、うん、12月、12月にアルバム出てた、12月3日、12月3日、1、2、3、1、2、3の日、ちょうど1ヶ月後ぐらいだね、そうだね、うん、まあ、チェックしてください、はい、ぜひ、はい、で、11月13日、うん、いい意味の日、はい、意味がある日ですよ、今月11月13日はここ渋谷ファミリーでウィザナインミリガッチリライブやってもらいます。ウェイヤー、俺が DJ やるかな、うん、よろしく、よし、そんな感じです。シェイヤー、じゃあなんかあります、なんか言いたいことを、じゃあみんなに何か言いたいことがあれば、全然何でもいいよ、うんうん、何でもいいです、普通に何か言ってくれてもいいし、わかりました、うん、任せます。意味ないんだけど、あっぱらい、はい、 Yeah! 1月13、11月13ファンク P、 がっちり来いよ揃えるガンク B、 そうさせてやるぜ口をアングリー、そうお腹が減ってハングリー、ならばスニッカーズより俺のライブに絶対来てくんねえ、こねえな、こねえような女子はがっちりマングリー返ししてやるぜ、そんな11月13日のファンク P、 Yeah! 俺がライブやるぜリリースパーティー、そして DJ はDJ オアシス AKA イズミン、 Yeah! そしてお宝探しをすれば青い宝が出るぜ地図に、 Yeah! レンダーで攻撃レンダー、そう連れてくパーティーはケンジャーとレンジャー、それは俺たちの DQ、 そしていつか乗りたいぜ俺もヒーリュー、 Way up!
ありがとう11月13日ファミリーで待ってるぜ、この俺のたぎりが止まらない限りみんなと会いたい、そんなファミリー一夜限りじゃないぜ、毎月やってる第2木曜、そして俺は使ってたジャポニカ学習帳、そしてノートは国用、そして国道を走りながら運転しながら爆発寸前、そして12月3日にアルバムを発売するぜって、そんな俺の殺愛、殺愛は逆に言ったぜ挨拶、そして俺がみんなの耳を拝借、そしてハイジャックするような感じでガッチリウェイヨ、ありがとう俺がウージー、ガッチリ通すぜ話の数字チェイヨ、イエーイ、ファンクピレディオ渋谷ファミリー11月13日です、よろしく、ピース待ってるぜ。